中学英語で言いたいことを簡素化して伝える技術を身につけるコミュニケーション力をアップするために必須の能力です。<Hello. S 1> 講師の右半身です 英会話を実践するともう言えない表現だらけでね本当に不自由な思いをしますよねでもねいろんなところで言われているように中学英語でだいたい言いたいことってね伝えることができるんですよね要はね手持ちの道具で何とかするスキルを身につけたらいいわけです日本語の感覚をそのまま直訳しようとしてしまうとうまくいかないのでその癖をやめましょう、えー、発想の転換ですねこれして,ていくことが大事なんですよね論より実践なので今日も早速実践してみましょう えー、今日はね、片付けられない女、山ちゃんの話を紹介します。じゃあ、早速始めていきましょう、えー。山ちゃんはね、高校時代の友人でも、それはそれは美人で、成績も抜群。おまけに運動神経までバッチリっていう完璧な女子だったんだけど、さあ、ここの部分英語にしていくよ。えー、山ちゃん was a friend of mine in high school。これは言えるよね。a friend of mine って、こういう言い方でもね、言っていいです。 中学校の時にね、こういう言い方習いましたよね。で、一旦ここで文切っちゃった方が楽ちんですね。 続き行きましょうか。She was not only beautiful, but also beautiful, intelligent and not only good at sports. but at この言い方もね、全部知ってますよね。えっ、ー、と、公文で言ったら、not only, but also これをね、使いこなせるようになるとね、すごく便利ですね。何々でなく、だけでなく何々もっていう言い方ですよね。そしたらこの3つの要素、成績爆粒、美人、それから運動神経まで OK っていうのがね、できますよね。運動神経バッチリって言ったら、もう単純に good at sports って言ったらいいからね。 Okay、じゃあ続きやっていきましょうそんな山ちゃんなんですけどね唯一の欠点が片付けられない女なんだわこういう話ですよねさあこれねこういうふうに言ってください The only thing only was これがね、唯一の欠点がとか、なんかその、ただ一つできてないところがねとか、こういう時に使う表現なんです。これすごい英語っぽいので、ぜひ身につけてみてください。えー、she was not good at cleaning。えー、片付けられない女っていうのは、not good at cleaning。これで OK だよね。この言い方は知ってるよね。OK。さあ、じゃあ、その続きをやっていきましょう。えー、散らかってるを通り越して、不潔の域まで達しているという状態なわけですよと。 なかったんよほんで「えっ、ー、と」「her room was worse than messy、えー」これは比較級だよね「w o r t e than」なんとかねそして、えー、不潔の域まで達している状態なわけですもうこんなシンプルに「it was filthy」これで OK ですさあその続きやっていきましょう、えー、家のね自分の部屋は洋服がタンスからなだれのような傾斜を描いて山積みにされているし さあ、なんて言うんだろうな。これはね。Her clothes were always out from the wardrobe。えー、タンスから常に出てました。はみ出てました。とかっていう風にね、言ったらいいんじゃないかな。out だけでもいいし、sticking out。こういう言い方の方が実はナチュラルなんですけど、言えなかったら out だけでもいいです。私だったらすごいなので、ジェスチャーであの表現しますね。そして、えー、雪崩のような傾斜とかっていうのは、like an avalanche。 えとアバランチっってていいううのはなだれ,なだれっていう意味です、まあ、この単語知ってたらねいいと思いますけども知らなかったらもう手でこういう感じでっていう風な感じであのやってもらったらいいんじゃないかなと思いますジェスチャージェスチャーね OK さあそして学校でも半年間机の中に忘れていたお弁当箱にはキノコが生えてるっていうレベル。 キノコ生やしたんだよすごかったよさあじゃあきましょう、えー、at school 学校では she once forgot about her lunchbox 一回ね、えー、ランチボックスのことを忘れちゃったんだよっていう言い方にしてくださいそして and left it for half a year、えー、そしてそれをし6ヶ月間放置しましたってこういう言い方だよねそして When she the lunchbox reopened もう一回ランチボックスを開けた時に Mushrooms were growing、えー、キノコが育っていましたってこういうね表現にしてもらったらいいと思いますさあ続きいきましょうそんな山ちゃんなんだけど高校2年生の時に2階建ての可愛らしい戸建ての家に泥棒が入ったのねこんな感じなんて約束かなねいきましょう ええと、そんな山ちゃんなんだけど、これ割愛しますね。で、高校2年生の時っての、ほら、海外ってなんか、ハイスクールとか、学校のシステム違うじゃない。だからね、私だったら、When she was 17 years old。これだけにしますね。あの、歳で言っちゃった方が楽ちん。で、A thief broke into her two-storied house. 二階建てってこういうふうに言うんだよね。で、えっ、ー、と、泥棒が入るっていうのは、a thief broke into こういうふうに言います。これも中学校でね、習ってるはずなんだよね。<laughs> さあ、で、a thief broke into her two-story house こういうふうに言ってください。次行きましょう。そして、えー、警察が来て現場検証するんだけどっていうのは、ものすごい単純に言っちゃった方が楽ちんだね。 えーっとね、それでね、ポイントはね、日本語って主語がないので、誰が呼んだとかっていう形にしたらいいので、Her father called the police。こういうふうに、もう主語を勝手につけちゃったらいいと思うんですよね。さあ、えー、お父さんが、えー、警察を呼びました。そして、えー、警察の人が1階の山ちゃんのぐちゃぐちゃになっている部屋を見て、さあ、ここ行きましょうか。 えー、the policeman looked at Yamachan's messy room on the first floor. 見たんだよね。そして、開口一番。ああ、やられましたねって言ったんだけど、こうやって言われたんだって。開口一番とか言えないよね。and said これだけでいいです。ね、わお。ここ難しいの。やられましたねっていう表現ね。えー 辞書とかで引いたらね、多分、ね、あの、you were killed とかね、殺されましたとかっていう意味が出てきちゃうと思うんで、これはどういう状態だったかっていうのを、ね、表現したらいいと思うので、the thief destroys your room。こういうふうに言ったら一番伝わりやすいですよね。destroy, 破壊するですね。プロレスラーでデストロイヤーとか言いましたよね。あの、破壊だみたいな意味の、ね、人いましたよね。破壊するっていう意味です。そして、えー、続き行きましょう。 ね、やられましたねって言ったんだけども実は泥棒が入ったのはリビングのある2階だけだったんですよね、えー、行いきましょう。But actually, けど実は The thief broke into the broke second floor o n l で泥棒は2階だけ、えー、泥棒に入りましたと。And never touched anything in y a a m c h a n 's room on the first floor。 ここはね、えっ、ー、と、日本語の方が情報が足りないので、英語ちょっと足しました。で、Never touched anything in Yamachan's r o o m y a m a c h a n 部屋のものは何も触りませんでした。On the first floor. すぐ一階のということですよね。o、okay. k で、えー、結局、Yamachan は自分の部屋にも泥棒が入ったってことにしといたらしい。さあ、ちょっと言いにくいよね。 これはね、ちょっと、あの、言い換えました。えー、山ちゃん was too embarrassed to tell the policeman that her room was never broken into この文章だけちょっと難しいね。あの、頑張ってもらいましょう。えっ、ー、と、2 o 公文ってあるじゃないですか。何々すぎて何々できない。なので、山ちゃんは恥ずかしすぎて自分の部屋が 泥棒に入られなかったっていうこと、を言えませんでしたっていうふうに、ちょっとは、あの発想の転換というか。英語っぽい表現にしました。あの、だから、結局、こうやって直訳しようと思ったら、無理があるんだよね。なので、こういう場合は、こういうこう、構文を使ったらいいよとかっていうのもね。こういうパターンとして、あの、今日経験してもらったら、自分の中で、また。あの、使える機会っていうのが、どっかで出てくるかもしれないですよね。あの、こういう発想の転換法とか、あとは、その文章の構文。 の使い分け方とかっていうのもね、えー、この中で学んでもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますねみんなも平和いつも綺麗にしておこうね <laughs> さあということでお疲れ様でしたお話楽しかったよとか学ぶものがありましたよとかって言った場合はぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますこのこのチャンネルは わー、い、yeah、え、右半身、左半身、現役英会話講師による、よる、面白くて楽しい、英会話学習チャンネルになってるんだよ、よ。だから、まずは、チャンネル登録、登録、よろしくお願いします、します。